森友学園問題では、学校法人、森友学園の運営する塚本幼稚園に用事、教育学園の教育、大阪府豊中市に設立予定だった、水保の国記念小学院の設置認可と、国有財産払い下げについての議論及び関係者の同性を扱う。連日の国会審議で疲弊した、財務省職員が審議を簡略化するために書類を改ざんしたことが指摘され、 決裁文書を改ざんした、虚偽公文書作成や国有地を不当に安く売却したとする背任など6容疑で、市民団体らが、佐川線久市及び財務省職員ら計38人を告発したが全員が不起訴処分となった。ほぼ同時期に問題になった、掛け学園問題と合わせて、り掛け問題と続称される。豊中市の国有地に建設中であった。 水保の国記念小学院の校舎及び体育館。2017年3月10日撮影。当該土地は1974年、伊丹空港周辺の騒音対策区域に指定され、住民から土地を順次買収、大阪航空局の行政財産となった。1989年、区域解除され、1993年、普通財産化。 2009年度の大阪航空局の私屈調査でゴミが見つかり、2012年までにヒ素、鉛の土壌汚染、コンクリート柄が見つかった。2011年、別の学校法人大阪音楽大学が約7億円で売買交渉したが、入札価格が鑑定価格約9億円に満たず、近畿財務局と折り合わなかったとされている。2013年3月、 林信光が財務省理財局長に就任。6月、国から土地売却の公募が出される。9月に森友学園から財務省近畿財務局に対し土地の取得要望書が出され、その後賃貸借契約締結に向けた交渉が開始された。当時の枝広直幹近畿財務局長は、学園については聞いたことはないとし、担当者レベルでのやり取りがなされていたのではないかと。 証言している。2014年7月4日、中原博士が財務省理財局長に、飯塚敦氏が財務省理財局次長に、それぞれ就任。財務省、申請調戦略における、国有財産の有効活用指針にのっとり、2015年5月29日、学園と国との間で、売買契約ではなく10年間の定期借地契約が、締結され、 学園により土壌改良を呼び、市中のゴミ撤去工事が行われた。2015年7月7日、迫田秀則が財務省理財局長に、竹内義樹が近畿財務局長に、それぞれ就任。2016年3月1日、森友学園理事長の籠池康則と財務省、理財局国有財産業務課、国有財産審理室長が面会し、 籠池理事長から新たにゴミが見つかったとしてゴミ撤去要請がなされ、24日には学園代理人弁護士から土地売買契約の申し込みがなされた。国土交通省大阪航空局から近畿財務局に対し予算確保が難しいことからゴミ撤去費用を土地代金から値引きして売買契約を締結する提案がなされた。これを受け、2 0 1年三月三十日、 買い主側から、見積もりの提示内し撤去工事がなされる、通常の手続きから外れる異例の手続きが取られ、近畿財務局から大阪航空局に対し、ゴミ撤去費用の見積もり要請がなされた。2016年4月6日、大阪航空局から学園に対し、規制分ゴミ撤去工事費用等として1億3176万円が支払われた。4月14日、 大阪航空局から近畿財務局に対し新たなゴミ撤去費用が約8億2000万円と報告された。6月17日、佐川千久氏が理財局長に就任。6月20日、国と学園の間で代金1億3400万円とする売買契約が締結された。大阪府豊中市の田町の国有地売却額明細2016年6月。 近畿財務局は小学校の開設を計画した学校法人森友学園に当該国有地をズ意ー契約で売却した。連帯ユニオン議員ネットワーク副代表の木村誠大阪府豊中市議は同年9月に近畿財務局に売却価格の情報公開法による開示請求を求めたが近畿財務局は法人側の事業に影響があるとの理由で非開示とした。 これを不服として、2017年2月8日、国に対して決定の取り消しを求め、大阪地方裁判所に提訴した。2月9日、毎日新聞は、長官でこの事実関係を簡潔に報道した。2017年2月9日、朝日新聞は、財務省近畿財務局が、学校法人森友学園に払い下げた、国有地の売却価格が、例外的に、 非公表となっており、朝日新聞の調査では、豊中市に売却された国有地の1割程度で、他の学校法人が7億円前後で交渉するも、近畿財務局が価格が低いとして断念した経緯のある土地であり、また、学園の理事長加池康則は、日本会議大阪の役員で安倍昭恵が同行の名誉校長となっていると報じた。ただし、日本会議は、 籠池の日本会議大阪代表運営委員は虚偽の報告であり、籠池は2011年1月に日本会議からも退会していると反論している。2月17日、衆議院予算委員会で安倍晋三は、私学設置認可や国有地払い下げに、私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞めると述べ、 安倍晋三記念小学校の名目で寄付が募られていたと指摘には、初めて知った私の考え方に共鳴している人から安倍晋三小学校にしたいとの話があったが、お断りした。現役の政治家である以上、私の名前を冠にするのは、ふさわしくないと答弁した。一方、妻から先生の教育に対する熱意は、素晴らしいと聞いているとも語っていたが、 塚本幼稚園の教育方針に批判が集まると2月24日には教育者としていかがなものかと批判するようになった。2月27日衆議院予算委員会で民進党は森友学園による国有地取得や運営する塚本幼稚園で演じに安倍首相がんばれ安保法制国会図が良かったです。日本を悪者として扱う中国、韓国が心をめ、 歴史で嘘を教えないようお願いしますなどと言わせる。教育は、教育基本法違反の疑いがあると指摘。安倍は、園児に行ってもらいたいとは考えていないし、適切ではない。教育の詳細は承知していない。所管の大阪府が監督するものだと答弁した。3月1日、共同通信社配信記事で、2013年頃、安倍晋三記念小学校の名称で小学校、 設置認可を打診された大阪府が政治的中立性を理由に難色を示した経緯があると報じられた。3月1日、自由民主党の河野池義忠参議院議員は2014年4月頃、籠池夫妻から紙に入ったものを差し出され、これでお願いしますと頼まれたが、受け取らず口聞きもしていないと語った。3月10日、籠池は塚本幼稚園で記者会見を行った。 3月16日、参議院に予算委員会の現地調査で、民進党の船山康江が記者団に、安倍首相から、夫人を通して100万円をもらった、と語った。時期は2015年9月頃と説明を行った。この発言に対して、菅義偉官房長官は同日午後の記者会見で、自分では寄付していない。明夫人、事務所等、 第三者を通じても寄付していないと籠池康則の発言を否定した。野党が求めていた籠池の参考人招致について3月17日、衆参両院の予算委員会は全会一致で籠池の承認関門を可決した。3月18日、文筆家の菅の官が安倍晋三総理大臣が森友学園に100万円を入金した記録と 説明する、受領証があると発表し記者会見を行った。菅野は記者たちの前で、籠池氏の長女にも電話をして、経緯を説明させ、入金の時期を2015年9月5日に、安倍昭恵が幼稚園の講演会に参加した後、その日は土曜日で、現金は、金庫で保管し、月曜日の7日に幼稚園の別の職員が、郵便局で入金手続きを取ったと話した。同日、 菅義偉官房長官は午前の記者会見で安倍事務所を通じて夫人に確認したところ領収書等の記録もなく夫人個人としても寄付は行っていないということだったと発表した。籠池康則の息子の籠池かしげは100万円の領収書は菅の菅の提案による劣像であり両親は反政府主義者による 頭角運動の道具として利用された被害者であると著書で語っている。学園側は2011年幼稚園しか設置していない、学校法人でも小学校の開設に借入れ金を充てることを容認するなどの内容の私立小学校設置認可基準緩和を府に要望し、府は2012年4月基準を緩和した。森友学園以外から同様の要望はなく、 基準の緩和後の小学校認可の申請は2017年時点で森友学園の1件のみであった。当時大阪府は教育の規制緩和を進めており、私学課は同様の要件を設けている都道府県がほとんどなく合理的でないと判断したと説明した。2014年10月、学園が小学校開設の認可を大阪府に申請。 12月の大阪府私立学校審議会定例会で、学園の小学校開設が議論されたが、校舎建設などのために積み立てる基金がないなど、財務状況などの問題点の指摘が、相次ぎ、継続審議となった。2015年1月27日の臨時会でも、入学者が確保できるのか、こんな絵空ごとでうまくいくとは思えないなどの疑問が、委員から、相次ぎ、終始上、 ウルトラシー以上のすごい実態になる。不正の可能性はないと仰せられるんでしょうか。との質問に対し、府の担当者は、財務書表に添付されている公認会計士からの書面を確認し、適正なものと判断していると答え、寄付金の受け入れ状況や入学者の確保、教育内容などを追加報告することを条件とした、条件付き認可適当の答申を出した。審査は、 学の基準で認めていない借地を利用した校舎建設を前提に進められ、学園側は土地購入を前提に近畿財務局と借地契約を結ぶと説明し、私学課は将来的に土地が学園の所有になると判断していた。問題発覚を受け、学園側が基準緩和を要望した時の大阪府知事であった橋本徹は、 2017年3月にツイッターを更新し、認可判断にミスがあるとすれば、私学新規参入の規制緩和実施後の審査体制を見直さなかった僕にある、規制緩和と審査体制強化をワンセットでやらなければなりませんでした。ここは僕の失態と述べ、手続きの不備に言及した。2017年4月に、府は審査に問題はないとする検証結果を公表し、 上司に判断を仰がなかったとして、当時の私学課長を厳重注意処分とした。問題が発覚した後の2017年3月3日には、大阪維新の会の中川隆弘大阪府議が、2014年12月の府の認可保留後、松浦正と山口県豊富市長の仲介で、籠池夫妻と面会し、小学校の設置認可について、働きかけを受けたことを明らかにした。また、 籠池は2013年には、河野池の元秘書であった、自民党の黒川治兵庫県議を介して、河野池の神戸事務所を訪れ、国有地の確保に向け頻繁に陳情を繰り返したほか、2014年11月には、豊中市選出の元自民党府議を通じて、浅利圭一郎と豊中市長と面会するなど、開港実現に向けて、地方議員らへ接触を繰り返していた。 籠池康則やの承認関門は、2017年3月23日午前10時から、参議院予算委員会で14時50分から衆議院予算委員会で行われた。補佐人には、山口隆が選任された。西田正司に促され、籠池は、はい。そうですね。もう9分9輪出来上がっていて、高下田を外された、はしご段を外されたという思いですね。 はしごを外したのは、松井一郎大阪府知事というふうに思っています。と証言。誰がこのはしごをかけたのですかと質問した、浅田一氏に対して、かけたのは私ですが。と答えた。下地美き夫は、松井さんがはしごを外したというんじゃなくて、松井さんは、あなたが学校ができるようにはしごをかけて、はしごから落ちたのはあなた自身なんですよ。はしごを外したんじゃないんですよ。 あなたが自分で、自らがはしごから落ちたんです。そこの認識をしっかり持たなきゃダメだということを一点、申し上げたい。と非難した。この下地の発言について、翌日の予算委員会で、西田昌司は、下地議員が、松井さんははしごをかけてあげたと言われたが、ここはかけたらダメ。いたずらに認可されてしまったために、こういう騒動になってきた。 この問題は、大阪の方でしっかりと議論していただきたい。とコメントし、大阪府の対応についても疑問視した。籠池はこの中で、国有地取得については、河野池のほか、柳本拓司、北川一成両参議院議員らに、近畿財務局への働きかけを依頼したと述べた。また、小学校の設置基準緩和については、日本維新の会の東徹ま参議院議員に、 相談したほか、設置認可の申請後は、旗成明元大阪府議会議長に、松井一郎府知事や他の政治家への働きかけを依頼したと説明した。これに対し、柳本と東は依頼があったことは認めつつ不当な働きかけについては、否定。北側は、依頼を受けたこともないと、全否定した。大阪府市立学校審議会の梶田栄一会長も、 政治家からの働きかけを否定した。承認喚問後、日本外国特派員協会に対して記者会見を開いた。この際、忖度という言葉は適切な訳語がないとして、忖度と伝えられた。海外メディアは、安倍首相、極右学校に秘密の寄付などと報道した。後に、籠池夫婦は、職員数を水増しして補助金を不正受給していた。 ことが明るみになり逮捕される。近畿財務局や大阪航空局が入居する大阪合同庁舎4号館。学校法人森友学園への国有地売却の件で近畿財務局は2013年から2015年にかけて大阪府市学大学科を警護会訪れ設置認可の審議状況等を確認していた。2015年1月8日には 大阪府の担当者のいつ答申が得られるかわからないとの報告に対し、審議会の結論を出す時期など、ある程度事務局でコントロールできるのではないかと言明したとされている。籠池やスノ向けに、2014年12月17日時点で A4 判3ページの今後の手続きについてを作成し、10年間の定期借地契約を結んでから、 売買契約に移行するまでに必要な申請書類や手順、後に鑑定額から約8億円値引きして売買契約を結ぶ根拠となる地下埋設物の取り扱い、財務局長宛ての要望書案を手ほどきしていたと報じられている。2017年4月25日、衆議院財務金融委員会で宮本武氏は不動産屋並みのサービスだ。 財務省が積極的に売却手続きを進めていると理解するのは当たり前だと非難。理財局長の佐川千久氏は通常の国有地処分と比べてかなり複雑だったので取得要望が出てからのやり取りも踏まえて先方に説明したと答弁した。財務省近畿財務局は国有地内に埋まっていたゴミの除去費を国土交通省大阪航空局と調整し、 対象面積5190平方メートル、深さ、杭を打つ場所が9.9メートルまで、その他は3.8メートルまで、ゴミの混入率を47.1%、ゴミの量を19,500トンと、推計8億1,900万円と算定した。国土交通省航空局長の佐藤義信は、大阪航空局に過去に、ゴミの撤去費を算定した経験はないが、 大阪航空局の職員は公共事業の仕事を通して国交省全体の知見を蓄積していると国会答弁した。なおかご池康則は2017年5月16日民進党によるヒアリングに対し弁護士や設計業者のやりとりの電子メールを提示約3メートル維新には廃棄物がないとする情報もあった。2016年4月学校法人 森友学園への国有地売却に関し、不動産鑑定士に対し、ゴミ撤去費8億1900万円に加え、深さ30メートルから40メートル程度の杭打ちを必要とするような高層建築物を想定した軟弱な地盤改良費、約5億円も差し引くよう求めていたが、この不動産鑑定士は、低層の建物しか建てるつもりがないのに、そこまでは引けませんと断ったという。 2016年6月の学校法人森友学園との売買契約をめぐる交渉や面会の記録について理財局長の佐川千久氏は2017年2月24日衆議院に予算委員会で売買契約の締結をもって事案は終了した記録は速やかに廃棄したと答弁した文書廃棄をめぐっては2017年5月15日弁護士らの市民団体が 公用文書登記機材に抵触するとして、財務省、幹部7名を東京地方裁判所に刑事告訴、また6月、神戸の大学教授がコンピュータ内のデータ復元を求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てた。承認関門で、籠池からはしごを外されたなどと名指しで批判された松井一郎大阪府知事は、2017年3月24日に、 自民党不議団が求めている百条委員会の設置について賛意を示していたが、翌4月にはことの天末は見えてきたと態度を一転させ、百条委の設置の動議は維新と公明党の反対多数で二度否決された。2017年7月10日に不議会本会議で籠池の参考人招致が行われ、籠池は政治会の協力依頼について改めて述べたが、 自身の補助金不正受給疑惑や、私学審に学園の資産状況をよく見せかけた資料を提出した疑いについては回答を避けた。条件付き認可適当という答申の扱いをめぐり、申請を取り下げた加池が、はしごを外されたと府を批判した経緯から、同月27日に府は条件付きでの認可適当という答申の表現を 継続審議に変更することなどを盛り込んだ私立学校設置認可基準の改正案を私学審議会に報告した。2018年4月17日に大阪府教育長は森友学園の小学校設置認可に関する申請書類などを情報公開請求に基づき開示した。財務省本庁舎2012年11月撮影 2018年3月2日、朝日新聞は、財務省が作成した土地取引に関わる決裁文書が契約当時の文書と国会議員らに開示した文書とで内容が異なることを一面トップで伝え、学園側との交渉についての記載や特例などの文言が複数箇所でなくなったり、変わったりしているとし、文書が問題発覚後に書き換えられた疑いがあると報じた。5日、 田畑博史国土交通審議官から杉田和弘内閣官房副長官に対し森友学園問題に関する公文書が改ざんされた疑いがあると報告がなされ改ざん前の文書の写しが財務省に提出されたこれを受け杉田官房副長官から矢野浩二財務省官房長に対し徹底的な調査を行うように指示がなされ矢野官房長から 理財局に指示が伝達された。9日、佐川仙久市国税庁長官に対し減給 20%3 ヶ月の懲戒処分がなされ、同日違反退官。矢野官房長の財務金融委における答弁によると、退職金額は約4999万円となるが、これから減給 20%3 ヶ月分の約66万円が減額される。 12日まで財務省内で調査が行われ、同日国会に対処改ざんの事実が報告された。また、麻生財省がメディアの取材において、理財局の一部の職員が書き換えたものであり、最終責任者は当時の理財局長だった佐川前国税庁長官であるとの説明がなされた。この改ざんにおいては、平沼竹夫鳩山国より欧州議員議員の秘書が、 近畿財務局から森友学園に示された概算貸付料が高額であり、何とかならないかなどの問い合わせを行っていたことや、籠池が関与していた日本会議についての説明の記述、安倍昭恵や平沼、中山茂明、日本維新の会助成局などが森友学園に来訪していたことなどが文書から削除されていた。2018年3月16日、 自由民主党内に財務省公文書書き換え調査プロジェクトチームが発足し、柴山雅彦、金田勝利、竹武見慶造、西田昌司、萩生田光一、青山茂春ら11名がメンバーに就任。同日、富山一世理財局次長から聴取を行った。予算委員会で大田光理財局長から佐川前局長の改ざんへの関与が大きかった旨の 答弁がなされたことなどを受け、20日、2回、都市広自由民主党幹事長、森山博自由民主党国会対策委員長、井上義久公明党幹事長、大口善徳公明党国会対策委員長の間で会談が持たれ、井上幹事長の提案に賛同が集まる形で、佐川前局長の承認喚問を行うことや、佐古田秀則前々理財局長の招致を行わない、 こと等が決定された。安倍昭夫人、夫人付けであった政府職員の承認関門については必要ないと拒否する姿勢を示した。また、この事項会談では野党が求める麻生財相の辞任については話題にもならなかったという。財務省による調査が行われていた最中、4月18日に福田純一財務事務次官が麻生財務相に対し、 職責を果たすのが困難になったとして、辞意を表明し、矢野工二官房長が事務次官の代行となった。2017年3月6日、参議院は会計検査院に対し、国会法第105条に基づいて、森友学園への国有地売却に関する会計検査を要請。同年11月22日、 値引き額算定にあたって国側が慎重な調査検討を書いていたなどとする検査結果が報告された。2018年3月20日、会計検査院は財務省から提出された14文書すべてが改ざん後のものであったことを認め提出資料の信憑性の確認をしなかったことを謝罪した。改ざん理由は国会審議において 森友学園案件が大きく取り上げられる中で、さらなる質問につながり得る材料を極力少なくすることであり、財務省の職員たちが、連日の国会審議への対応のほか、説明要求や資料要求への対応により疲弊していたことが背景にあった。2018年3月7日、近畿財務局の男性職員が、 決裁文書改ざんを強要されたとのメモを残して自宅で自殺しており、この男性について近畿財務局は公務災害と認定した。2020年3月、自ら命を絶った近畿財務局職員赤木敏夫の妻が国と佐川仙久元財務省理財局長を提訴した。また同職員の手記や遺書が公開された。 この件を報じた週刊文春2020年3月26日号は実売部数40万8249部とこの年上半期の同士の売上で2位を記録した。2018年5月31日、大阪地検特捜部は佐川千久氏及び財務省職員ら計38人を不起訴処分にした。いずれも容疑不十分か容疑なし。特捜部は 上脇博之神戸学院大教授たちから、決裁文書を改ざんした、虚偽校文書作成や、国有地を不当に安く売却したとする背任など6、容疑で告発を受理したが、佐川原の刑事責任は問えないと判断した。2019年3月15日付で、大阪第一検察審査会は、不起訴になった佐川原財務省、職員10人について、不起訴不当と議決し、 大阪地検特捜部が再捜査を行うこととなった。2019年8月9日、大阪地検特捜部は、財務省、職員10人について、改めて不起訴処分とした。前の検察審査会の議決は、起訴相当ではないため、検察審査会による再審査や強制起訴の可能性はなく、捜査は終結した。不起訴になり、証拠が開示されなくなった。 2018年4月4日、無所属の会の衆議院議員、江田賢治が自身のツイッター上にて NHK が報じた財務省が森友学園側に口裏合わせ求めた疑いとの報道に絡み、大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出て、来ると大阪地方検察庁の人間が情報をリークしたとも取れる発言を投稿し、物議を醸した。 大阪地検の女性特捜部長とは2015年10月に同庁特捜部において初の女性部長に着任した山本町子とされている。山本は昨年から森友学園問題の捜査を担当し、籠池夫妻の逮捕にも関わっていた。2018年6月4日、財務省は大臣官房秘書家及び同化主席監察官室を中心に行われた調査で、 森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書を取りまとめ公表し、麻生太郎財務省、矢野浩二官房長兼財務事務次官事務代理、大田光呂財局長及び官房総務課長が会見を行った。同報告書により、財務省は幹部ら20人の処分を発表した。なお、麻生財務省は、閣僚給与1年分の自主返納を発表した。 2020年3月25日までに、情報公開、個人情報保護審査会は、財務省に問い合わせた際、回答が得られず答申に2年5ヶ月かかったことを問題視し、審議に多大な支障を生じさせたと異例の批判を盛り込んだ。ABCDEFG、財務省が処分する20人日本経済新聞2018年6月4日。ありがとうございます。